皆さんこんにちは、マシンガン山北です。はい、月曜日のスタートということでですね、今日のお話はですね、実は今日ねマシンガンですね、7時からなんですけど、まあこのね YouTube が流れる頃にはですね、もうラジオのですね、あ、言ってしまいました、すいません。今日ねマシンガン久しぶりにねラジオに出るんですけど、まあね、以前ねずっとねちょっとラジオの方出させていただいてたんですけど、今日はですねまた久しぶりラジオということで、まあ19時からですね、まあ福岡のですね、まあ地域コミュニティのですねラジオなんですけど、まあ、筋肉痛はね喜びですっていうね番組でですね、まあ2年前まではですね結構レギュラー出てたんですけど、まあここね2年ぐらいはですね、まあちょっと結婚もしたりとかしてですね、まあ少しちょっと落ち着いて、自然の方もですね月1もしくは2ヶ月に1回ぐらいのペースで出させていただいてました。今日はですね、私の師匠のです陽介辻がですね、まあツイッターのアカウントの方ではトピーさんということで、まあいろいろね筋肉というより、まあ、スポーツのですね、まあ、ストレッチとかの、ね、情報を、ね、発信してるんですけど、今日は、ね、トピーさんがですね、ツイッターのアカウントの方がですね、2万8000人いらっしゃいまして、でね、あと今日ゲストの方にですね、まあ、ツイッターのフォロワーで 1.5 万人いるですね、たくやんさんがね、ゲストでですね、で、マシンガンがインスタグラムの方が3万人、まあ、ツイッターの方でですね、まあ、1万人いたんですが、最近ちょっとね、減少して、まあ、マンアカ同士のですね、SNS 対談ということでですね、今日お話をさせていただこうかなと思ってます。で、またね、番組終わりましたら生放送で聞けない方はですね、まあ、YouTube の方にアーカイブが残りますので、まあ、YouTube の方でご覧、もしくはね、マシンガンまた Instagram、もしくは Twitter 等でですね、発信はしていきますんでですね、ぜひね、Twitter、もしくはね、SNS の運用というお話をしますのでですね、ぜひご覧ください。まあ、FM777、まあ、福岡の方はですね、聞けるかなっていうふうな部分があります。YouTube の方ではですね、まあ、コミテンラジオで検索してもらったらですね、出ますのでよろしくお願いします。でね、まあ、今日これだけじゃちょっと話面白くないんでですね、ちょっとまた、マシンガンの大好きな野球のお話をするんですけど、まあね、ホークス、パリーグ強いですよね。明日からですね、ペイペイドームの方でですね、まあ日本ハム2連戦なんですけど、僕はですね、日本ハム伊藤投手、ポンセ投手が来るかなと思ったら池田投手が来ました。まあ池田投手が来たということはですね、まあホークスは市川投手、まあ多分東浜投手かなっていうふうに見ております。まあ向こうはね、池田投手、もしくは伊藤投手かなっていうふうに見てます。今ね、ホークスの方がね、8試合終わってですね、6勝2敗。まあそしてですね、まあ、日本ハムの方が、ね、3勝6敗ということでですね、まあ対決なんですけど、まあね、日本ハムの方はですね、矢沢ね、選手、二刀流、まあ、新人ですね、1番に定着し、ね、2番に松郷選手、で3番清宮選手、4番野村選手、5番万波選手のね、なんかロマン砲っていうかですね、まあホームランを打って、まあ勢いに乗るところでですね、ホークスに来ます。まあホークスはですね、ちょっと日ハムにですね、昨年分が悪いっていうところでした。でね、今ね、打撃成績の方でもですね、ちょっとね、こう、カンペ使うんですけど、まあ、ホークスのね、選手がですね、1位から10位までにですね、まあ、約ですね、牧原選手、中村選手、近藤選手、栗原選手、まあ、甲斐選手11位なんですけど、10位までにですね、打率残ってます。まあね、松郷選手もですね、日ハムでね、まあ、1人10位入ってますけどね、まあね、今、日本ハム勢いがあります。で、そう、ホークスはですね、近藤選手が入ったことによってですね、打線のね、軸ができたということでですね、まあ、調子いいのかなというふうに見てます。まあ明日からね、またね、いい戦いが見れると思ってます。はい。まあ、シンガーのね、またお話もですね、まあ、今週は野球を中心にですね、やっていきたいなと思ってるんですけど、今日はですね、まあ、7時からマシンガンがですね、ラジオに出るということでですね、まあ、ちょっと番組の告知もさせていただきましたので、またね、引き続き皆さん、今週もですね、マシンガン山北、よろしくお願いします。